ミスマリちゃん、このやってみよう、なおコーナー始まるよ。わわわわ、レッツゴーベイビー。すごい。おお、オーマイガー、オーマイガー、かわいいだね。なるほどね、うん、すごい、うん、なるほど、すごいよね、うんうん、なるほどね、かわいいよね、すごいよね、すごいよね、太ったかな、太ってないわ。あれ、アンジェロ、よー、始めました。アンジェロ来た、どうぞどうぞ、行きます。うん、大竹いないんだからもうここ来ちゃっていいんだよ。そうだね、ねえ、ねえ、ちょっと偉そうだよ、偉そう、なんかでもいいじゃん、なんか国際的でいいじゃん。なんかね、ねえ、うん、ハッツアップ、ハッツアップ、オッケー、グッジョブ。じゃあなんかなんやろうよ、早速。はい、はい、うん、では三村さん、布をめくってください。くっちゃうぞ。はい、じゃん、ケンパン。海に欠かせないもの、ハウマッチ。あ、はい、今回は海にまつわるもののさまざまなアイテムの値段を当てていただきます。なるほど、はい、で、今回は大竹さんがお休みなので、うん、はい、アンジェロと三村さんでチームを組んでもらって、うん、はい、あとはミスマリンちゃんチームで戦っていただきます。アンミムチームね、アンミム、はい、アンミムチーム、アンミムチーム、アンミムチーム対ミスマリンちゃん、はい、はい、こう見えてもやっぱね、マリンちゃんたちはね、若いから物の値段が分かってないの。分かってないよね、ね、ね、アンミムはアンミ、いろいろもう見てきてるからね。アンジェロ外国人だから、うんうん、ああ、そういうのあんまり、それは関係ない、関係ない、値段ってか、はい、そういうことじゃないもんね。負けませんよ、はい、これ負けないよね、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 負けないよ。ということで今回の対決は海に関わるものの値段当てクイズ。誤差が少ないチームが1ポイント獲得、先に3ポイント取ったチームが勝ちだよ。負けたチームにはそこそこ嫌な罰ゲームがあるから頑張って。早速第1問、みんなも一緒に考えてね。まずはこちらです。じゃん、まずはこちらのグローバルスポーツシステムバナナロデオの値段を当てていただきます。オーケー、バナナボートね、はい、じゃあアンジェロにしてください最初。はい、いいよ、アンジェロ舐められてるからね。はい、わかりました、見せてあげな実力。バナナボートいくらなのか。バナナボートはいくらな、どっちがいいですか最初。うん、どっちが感覚あるのかな。じゃあいく私から、いくちゃんで、はい、勝ちに行こう。まずはいくちゃん、ちょっととぼけてると思う。いやいやいや、そんなことないですよ、頑張ってね、本当に、うん、頑張ります。さあ、このバナナボートのお値段、皆さんわかりますか。まあ、ちなみにこのバナナボートは3人乗りと5人乗りの2種類があって、うん、3人乗りの方の値段を答えてください。3人乗りの方当てる、うん、でも書いたの、相談したくなっちゃうこれ。ダメだよ、頑張って。だって浮き輪。いや、アンジェロ、俺は何にも言えないけど、いいんじゃない。いいですね。ちょっと笑っちゃったけど。アンジェロ、頼むよ。大丈夫。本当に合ってる？多分ね。タイムアップ。まずはマリンちゃんチームから。はい。はい、オープン。いきます。せーの。2万円。こんな高くないでしょう。え？2万円？え？2万円？高くないですか？普通の浮き輪で6000円しますよね。いや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 、素材そんな浮き輪の素材じゃないよ。そう。え？バナナボートって浮き輪の素材ですよね。高い。いやいやいや、もっといい素材、いい素材使ってますよ。え、じゃあこれよりも高いってこと？いやいや、もうこれで終わり、もうこれ。え？2万円。はい、続いてサマンサチーム。オープン。オープンしましょう。変わんないっていうね。変わんないっていうね。高
3900円です。ただ、ね、から一応超えてきたから、はい、1万円くらいだと思った、はい、いや俺は10万、12万とか、やばいやばい、絶対しない、やばい、嘘、正解はやだ、こちらです。あ、え、ほら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 、3万9900円でした。あ、意外と感覚あるじゃん、俺のがなかった続いて第2問、次はこちらです。じゃん、こちらのテトラポットを当ててください。テトラポットって何ですか。白い、あれあれあれ、あ、白いやつですか。1個だよね、1個、1個ですか。はい、1個の値段ですね。マジで、防波堤でよく見るテトラポット、いくらか分かりますか。今回は重さ20トンのものの値段を、20トン、はい、当ててください。すごい、最高級の方だね。20トンってどれぐらいなんだろう。ゾウぐらい、誰ぐらいね、ゾウぐらい。確かにマジンガー Z が20トンだったマジンガー Z が全然わかんない。結構高いと思うよ。だってお墓1個ってどのぐらいするの。結構高い。アンジュルごめんな、ま、やりすぎたらごめんね。うん、大丈夫大丈夫。ただこれぐらい、はい、極端にいかないと。いや、私も極端にいこう。勝てないかもしれないから。はい、するでしょ。これは、これ当てたら逆に偉いよね。そんなしないっすよ。タイムアップ。ではミスマリンちゃんチームからオープン。せーの、はい、うーん、こんなしないでしょ。え、するでしょ。だって石って高いですよ。まあ何個も置くから ね、 ね、まあ、うん、あ、もう確かに何つか、え、絶対3万ぐらいだと思う。私そんな安くないでしょ。3万円かな、絶対それぐらいだと思う。じゃあ続いて三村さん、はい、オープン。はい、500万円ですね。え、いやだからテトラポット置くことって実はすごいことなんだよ多分。そしたらもうあれだけでも奥すごい、すごい、これ勝った、これ勝った、これ当たった。奥の事業なのよ。いや、そんなことない、絶対ないです。大丈夫、これで三村さんのが近かった時わかんねえ。俺もわかんない、やだよ。奥こんなんでしたらあれか、やばいか、うん、じゃあ行きましょう、うん、正解は近いのはどっち。こちらです。27,247円。ねえねえ、私すごくない？そんなんって言ったよ。ダメだ、やばい、やばい、三村さんやばいですよ。安いのもね、安いのね、そう、安いということで、今はミスマリンちゃんチームに1ポイント入ります。よっしゃ、あ、大丈夫大丈夫、怖いよ、大丈夫ね、大丈夫大丈夫。アンジェロの方がね、はい、感覚ある、ある、行きます。2問終わって1対1の同点。勝つのは意外にも値段の感覚があったアンジェロのいるアンミムチームか、大竹さんのいない隙に勝利を狙うミスマリンちゃんチームか。 To be continued。